こんにちは、吉谷さん。今回はですね、いじめのテクニックっていうお話をしましょうか。いじめのテクニックは、まあいじめられっ子はね、私ね、ずっと思ってるんですけども、これ繰り返しになりますけどね、私は過去いじめられましたって方は山ほどいるんですよ。で、私は人をいじめましたって方はほとんどいないんですよ。どういうことですかね。いじめた人は少数で、いじめられた方が多数って、なんかおかしくねえかみたいなことを思うんですよ。だからこれがね、いじめをね、なんかぼやけさせてってる原因にもなるのかなと思うんですよ。だって自分が在学中とかにはいじめを見なかった経験の人が、なんか社会に出ると自分はいじめられましたっていう風になんか作り上げてんじゃないかなっていうね、ことすら考えさせるぐらい、いじめられた方はすごい多いんですよ、ね、いじめた方はほとんど出てこないんですよ。これ私の見識だけですかね、ちょっと分かりませんけども、このままだと私はこのアンバランスな構図ができちゃうんですよ。本来ならいじめた方が多数で、いじめられた方はちょびっとのはずなんですよね。じゃないと成立しないんですよ。だっていじめられっ子って少数派ですから、例えばクラスに1人とか2人しかいない貴重な存在なんですよ。それこそね、成績が優秀な方とかスポーツでなんかね、グランプリ取ったみたいな方は本当に学年に1人とかクラスに1人しかいなかったぐらい有名になるぐらい貴重なんですよ。いじめられてる子ってのは有名になるぐらい貴重なんですよ。なのになんかね、過去にいじめられましたって方が例外なくみんな出てくるんですよ、男も女も。何なんだろうなと思いますよね。おかしいだろ、お前いじめた方だろうと思いますよね。私はいじめられたことは全くありません、繰り返しますけどね。どっちかというと誰かに対してはいじめと取られかねないようなことをしていたかもしれないです。ただ私の最後の正義としてね、言わせてもらいますけども、私は怠慢です。1対1の関係しか作ってこなかったのと、私から積極的に誰かに関わったことはないんですよね、ずっと。だから関わった人に対して、まあ、ひどい仕打ちというかね、ひどいしっぺ返しを食らわしたことはあると思うんですよ。それこそ暴力的にもですよ、それから言葉的にもね。ただ私の場合は常に1対1だったんで、いじめじゃねえだろうとは思ってるんですけどもね。ただそういう意味で私にいじめられたと感じる人は多かったんじゃないかなっていう気もします。今みたいな性格でやってますんでね、それでね、今回何が申し上げたいかというと、いじめ方なんですよ、ね、いじめ方の極意と言ってもいいかもしれないです、それはですね、いじめではなくていじりと言いますかね、ここを使い分けることだと思うんですよ。でいじめっていうのは、例えばその人がね、生まれ持ったものとか、それからどうしようも変えない、変えようのないものとか、あとはね、身内とか、それから家柄とかね、そういったものを攻撃すれば、私はこれは許されがたい人権侵害であり、個人攻撃であり、本当にいじめだと思いますね。それからちょっとね、恥ずかしい格好をさせたりとかね、そういう弱みをつかんだりっていうのは、私はちょっとね、自分の仁義に反するかなと思ってました。例えばね、生まれつき足が悪くって松葉杖とか車椅子で生活している、そんな子に対してね、小学校の頃っていうのはまあからかう子はいるわけですよ、で私はそれは攻撃できなかったですね。そこじゃない、そこじゃないんだと思いました。でもね、いじりっていうのはあったかもしれないですね。例えば車椅子乗ってる子の横でね、私は普通の椅子に乗って、いいなそれ動くんだみたいな感じでね、このぐらいのことはしましたね。あ、俺の椅子動かねえよみたいな、そういうのとかね、ありましたけども、でもね、ちょっと車椅子をパンクさせたりとか、取り上げたりとか、なんか車輪のところに何か挟んで動かないようにしたりとかっていうのは、これいじめだと思うんですよ。で、私はそういうのは見てきました。でも私がするのはそうじゃなかったかなと。確かに目立つんですよね、車椅子に乗ってたらね、目立つんですけども、でもそれはその時は深く考えなかったんですけども、そこを狙っちゃダメだろうっていう気持ちだけあったんですよね。あとね、これもいじりといいますか、いじめというかね、あるんですけども、得意分野を鼻にかけてくる人がやっぱいるわけですよ。小学生の頃とかね、中学生の頃、自分の得意分野を鼻にかけて自慢するやつ、そういうやつに対してやっぱこう陰湿ないじめとかね、 SNS で回すみたいなね、その人の恥ずかしいところを
取ってきて攻撃するみたいなのは、これはねいただけないかなと思うんですけども、私の場合はですね、その得意を自慢してるその得意分野で自分はそれ以上の結果を出してね、いやお前の言ってることってこれ程度のことかよっていうふうにやりまかすことですね。これがだから不得意分野で勝ちまくるっていう私の考え方です。本来自分の得意分野でもないし何の取り柄もなかったその道なんですけども、あまりにもね鼻をかけて自慢してくるから、ね、例えばね力持ちを自慢してくるやつとかいるんですよ、うん、こいついけすかねえなと、力持ちは力持ちでいいけどもそれをもってね何その弱っちい腕みたいなことを言ってて、それはね男の子も女の子も体力には差がありますし、体力をつけるかつけないかに興味はみんな違うんですよね。そこを上げつらって自分がたまたま腕力があるからって言ってそれ自慢げにね話しつつ人をバカにするようなやつをちょっとね勘に触ってですね、大した腕してんじゃん、お前ちょっと腕相撲してみようぜみたいな感じで私は挑んで、私も腕は強いですからね、でそういった自慢げなやつをみんなの前で公然と叩き潰してね、見ろみたいな形がありましたけど、それは私も得意分野だったんでこれは不得意分野で勝ちまくることはなかったんですが、まあダッシュとかね体力とかね、まあ、ちょっと勝てなかったのがね学習ですね。私はちょっとね机にかじりついて勉強っていうのは二十歳過ぎるまでできなかったんでね、それはもう避け続けてきたことです。まあちょっと何を言いたいのかいろいろとね、分かんなくなりましたけども、そのいじめといじりの差ですよね。確かに無視するっていうのが最悪のいじめだと思うんですよ。これは私もちょっとできないんですけども、ただやっぱりこういじってあげるっていうんですか、気にしてあげるっていうんですかね、構ってあげるっていうのはいると思うんですよね。それで反応してくれて嬉しいなっていう程度ならいいんですけども、期待してないような、あの人を傷つけるようなね、心を叩き潰すようないじりはすでにこれいじめになるというふうに思うんですよね。ちょっと今回表現難しかったんですけども、いじめる側っていうのはちょっと頭が良くないとダメかなと思うんですよ。それもねいじめたことを隠すような頭の良さじゃなくって、これだったら触られた方もいじられた方もなんとなく嬉しいんじゃないかなみたいなね、そんないじりですよね、まあ言葉で言うとですね、なかなかその時のシチュエーションにならないと出てこないところがありますけども、けどやっぱね、なんつうの、一個思い出しました。あのね小学校から中学に上がった時になんか草子っていうあだ名の女の子いたんですよ。草子っていう風なのがいて、お何組に草子がいるらしいぞみたいなね。で小学校が違う私とか分かんなかったんですよ。何草子みたいな変な名前だなと思ったら、名前じゃなくてあだ名らしいんですよ。それがね臭い女らしいんですよ。でそんなやついるんだと思って気になるし目立つじゃないですか。でその草子っていう女の子を、まあ、見たらね、あれが草子だよって言われた時見たら、え可愛い子じゃねえかと思ったわけなんですよ私はね。で別に何気なく近寄ってみたら別に臭くもねえみたいななんでこれいじめられてるのかな、女草子だってあだ名つけられてね、これ、扱うやつが扱ったらこの子なんか可哀想な目に遭うんじゃねえかなと思ったんで、私はまあね公然と仲良くしていましたね、そういう方とね。まあ女の子にね草子みたいなあだ名つけて、それを何も知らない別の小学校から上がってきた中学の時の同級生に言うのはこれはいじめだなと思いましたね。で私はまあ草子なんていうあだ名もつけなかったし、まあ第一可愛らしかったんでね結構好きになっちゃったかなというところですね。人の価値観様々なんでいじめに付き合う必要はないよねと思いますね。だから自分が思ってもないのに誰かが主張しているものに乗っかってね、自分もいじめる側に加担する、もしくは善人の無言でいるってことがやっぱね人を苛むんじゃないかなと思いましたね。何の話ですかね今回ねまあごきげんよう、失礼します。